キサンとプロテイン反応とは、タンパク質の検出に用いられる、化学反応の一つ。硝酸の方向属級電子置換反応により、タンパク質の方向属アミノ酸残機が変成し、次いで応変する性質を利用しており、定される黄色は、ニトロベンゼン誘導体の色である。種子に硝酸がかかると黄色が変色するのは、この反応のためである。なお、キサンととは、ギリシャ語で黄色を意味する。 タンパク質を構成するアミノ酸のうち、チロシン、フェニルアラニン、トリプトファンなど、ベンゼン感を持つものが、ニトロ化されることで、低色反応が起きる。この反応は加熱することで促進される。チロシンのニトロ化反応を変したものを冷やしてから、さらにアルカリ、またはアンモニアと反応させることで、電子吸引器の効果により酸性度の増した。 フェノール性水素が乖離式代々色へ変化する。なお、実際には、フェニルアラニンのベンゼン環は、比較的反応性が低く、単に濃硝酸を加えて加熱したぐらいでは、ほとんどニトロ化されない。一方、チロシンのフェノール性、ベンゼン環は、パライに存在する電子供与器による、電子供与的共鳴活性化により、比較的容易に選択的にオルトイが、ニトロ化される。 ゼラチンやコラーゲンなど、方向属アミノ酸をほとんど含まない、タンパク質は、基酸とプロテイン反応もほとんど陽性を示さない。ありがとうございます。